9番の鳥取がまずは早坂の横で止まっています。集団が並走状態、そして3番手では柴崎が前と車間を切っている。封じ込められて1番の早坂は中段の内目、その後コースが9番の鳥取融合。さあ打掌の周回の2コーナーからバックストレッチで、ここで柴崎が一度前を切ったところ、さらに9番の鳥取が叩きに行く。さあ鳥取が主導権を握りました。この後ろが2番の園田匠、3番手に入って5番の柴崎、一方1番の早坂、早坂は後手に回っての後方の7番手になっています。最終周回に入りました。飛ばしていくのは9番の鳥取融合、追走は2番の園田、3番手は5番の柴崎、1番の早坂、早坂が7番手からまくってくる。さあ早坂のまくりが5番手から4番手、3番手は少し車間を切って5番の柴崎、柴崎もここで縦に踏んでくる。番手は2番の園田匠、4コーナーまた後ろ落車があった。先頭9番の鳥取、外から5番の柴崎、柴崎捕まえました。ここで南関東勢が動いていきました。そして中段から合わせるようにして8番の金子、愛知勢も前へ前へと攻め上がって打掌の周回に入ります。まず一度8番の金子が前を切って、そして2番の和田は9番の川端に少し蓋をするような格好。ここで短期7番の杉森、さあ杉森が上がっていってまず先頭に変わりました。そして2番手に収まって2番の和田まくる、9番の川端が車を外に持ち出しました。さあここで9番の川端智之、川端が巻き返していく。追走は黒田、そして1番の三宅達也と、この岡山の3名ができて4番手確保は7番の杉森、そして2番の和田は5番手キープとなりました。金子は後方の8番手です。最終の2コーナーからバックストレッチし飛ばしていく9番の川端、さあそして5番手から2番の和田が来る。和田が縦に踏んでいくんですが、合わせて杉森もやってまいりましたが、まだ前が遠い。4コーナー回ってくる。先頭は9番の川端先頭で振り切ったか、外は6番の黒田。青番周回の4コーナーからホームに帰ってきました。さあここで誘導を下ろして9番の岩本俊介が早めに前を抑えました。打掌の周回に入ります。中段に3番の坂本、松岡健介は後方の7番手です。前後不振が入れ替わりました。ジャン周回の2コーナーからバックストレッチ、さあ外からここで近畿勢、1番の松岡健介が主導権を握って、3番の坂本が内を潜って中段キープ、少し立ち遅れて9番の岩本は後方の7番手です。さあ1番の松岡健介が後ろを振り返っている。3番の坂本が一気に叩きに行く。最終周回に入ったところで先頭3番の坂本に変わりました。そして後ろから9番の岩本も巻き返してくる。さあこの岩本の巻き返し、2コーナーからバックストレッチ、先頭3番の坂本先頭なんですが、ここで9番の岩本俊介がねじ伏せました。追走は2番の岡村淳、切り替えて5番の松岡隆久が現在は3番手。4コーナー回った。先頭9番の岩本が先頭ゴールイン。7番手から高橋陽介、さあ青番周回4コーナーで、ここで北日本勢が前へと攻め上がっていきます。残り800を切りました。さあまずは北日本勢が抑えて、ここに南関東が乗り換えていきます。打掌の周回の1センターから2コーナー、5番の高橋がここで先頭に変わりました。3番の畑は車を下げて4番手、そのアウトコース7番の郡司、さあそしてここは南関東勢、7番の郡司が叩きに行く。7番の郡司が先頭に変わったところ、今度は2番の清水がかましていきました。山陽勢がかましていって、このラインを生かせて7番の郡司は3番手キープなんですが、3番の畑も巻き返して、さあ3番手がここは並走となるか。さあ3番の畑聡が入って7番の郡司は交代5番手、後ろから5番の高橋
足もまくってくるんですが、前では2番の清水もいいかかり、こうなると番手絶好は9番の松浦。さあ松浦が番手アシストを見せるか。4コーナーを回ってくる、先頭は2番の清水、清水が先頭、番手から松浦、松浦雄二だ。体型は縦一列。さあ北日本勢からレース動かしてくるんでしょうか。先頭は変わらず7番の山中、打鐘の周回に入ったところで、まずは北日本勢が前へと攻め上がります。5番の吉沢を抑えて8番の飯野。さあ飯野先行策まであるんでしょうか。成功法は変わらず7番の山中、山中が前で待つ展開なんですが、ここで8番の飯野、飯野がまずは前を叩いて先行勝負となってきますか。ペース上げてくる8番の飯野、そして5番の吉沢と7番の山中、中段が絡むような感じなんですが、ここは5番の吉沢が中段に入って、山中は8番手まで車を下げました。さあ前後布陣が入れ替わって最終周回1センターから2コーナー、絶好の展開は5番の吉沢純平。さあ4番手から、ここで5番の吉沢が満を持してまくってくる、切り替えて1番の成田なんですが、その山を乗り越えて先頭は5番の吉沢に変わりました。7番の山中まだ前が遠い、4コーナー回ってきた、先頭5番の吉沢、吉沢先頭、吉沢先頭でゴールイン。今度は後ろから9番の中川が動いていく。さあ8番手から早めに9番の中川誠一郎、中川が一度切って、さあ内から1番の稲垣なんですが、稲垣がここは3番の太田をさばいていきますが、太田もここは譲らないんですけれども、さあ早くも近畿勢と四国勢火花が散っている。さあ金が入る前に1番の稲垣が飛び出していった、そしてその外は3番の太田龍馬、そして7番の川村、8番の南も追い上げていって、近畿勢ここでドッキング、そして3番の太田なんですが、四国勢はちょっと連携が乱れました。1番の稲垣が先頭、この後ろは7番の川村、そして外は3番の太田、8番の南は現在は3番手の内付近です。そして9番の中川、中川も内目、今日もここは中川かぶっていてコースがないか。後ろから5番の橋本、橋本が縦に踏んでいくか。2番手は絶好、7番の川村、そして8番の南修司、内をついて6番の筒井、4コーナーを回ってくる、先頭稲垣、稲垣先頭、番手から7番の川村、そして6番車、6番の筒井淳。7番手からここで9番の吉田拓也が上昇、そして中段からは1番の桐山圭太郎も前に上がっていきました。さあ打鐘の周回に入ったところ、一度アクションを起こした吉田拓也なんですが、まずここで桐山が先頭に変わって、切れ目に諸橋、そのうちに3番の小松崎、ここで9番の吉田拓也、さあ吉田拓也がここも主導権を握っていく、このラインを送り出して1番の桐山は中段確保となりました。一方3番の小松崎は後方の8番手です。前後布陣が入れ替わりました。今日も風を切っていく9番の吉田拓也、8番手からは3番の小松崎、小松崎が巻き返していく、なかなかいいスピード、2番の長島がこれをブロックしていく、最終周回の2コーナーからバックストレッチ、さあ長島のブロックをかいくぐって3番の小松崎がここで先頭に変わりました。あとは南関東勢、1番の桐山もまくっていって4番手など、内は8番の志村がさばいた、4コーナー回ってきた、先頭は9番の吉田拓也、吉田が先頭で振り切った、9番吉田拓也。小川慎太郎は後方です。さあここは誰がレース動かしていくんでしょうか。残り800を切ったところで
ここで四国勢がアクションを起こしました。5番の小川慎太郎が渡辺を連れて前へと攻め上がって、まずは石塚に蓋をしていくか、いやそのまま縦に踏んでいきそうだ。さあ5番の小川なんですが、ここで2番の井上正樹がまずは一度切って先頭に変わりました。そして今度は6番の石塚内を潜って5番の小川が7番の大塚をさばいていって、うまい競争を見せました。一方浅井光太は後方の7番手です。さあ縦長な展開、残り400を切りました。6番の石塚今日も逃げ勝負、この後ろは3番の四季尾拓也、3番手は2番の井上正樹、7番手から1番の浅井光太がまくってくる。さあ浅井がまくって4番手からは5番の小川慎太郎をまくる。さあまくり合戦となりました。2番手番手絶好は3番の四季尾拓也、大外から一気に1番の浅井が伸びた、浅井光太だ。平原が6番手からまず縦に踏んでまいりました。さあ注目7番の平原が早めにアクションを起こして、この上を8番の横山が再度叩きに行くんですが、今度は9番の渡辺裕太、さあ昨日の分までと9番の渡辺裕太縦に踏んでくるんですが、和田健太郎と連携が乱れました。さあ南関東ラインが乱れていく。そして8番の横山が今日も突っ張って、ここは9番渡辺を出させません。3番手に9番の渡辺を迎え入れるか、2番の和田健太郎を迎え入れました。さあ体型は再び縦1列、7番の平原は現在は中段の6番手、3番手からもう一度9番の渡辺が縦に踏んでいく、これを番手4番の芦田がブロックしていて、後ろからさあやってまいりました、7番の平原がやってまいりました。先頭は平原に変わる、追走は1番の木暮れ、この後ろには3番の山崎が続いている。4コーナーを回った、先頭7番の平原先頭、そして1番の木暮れ、この両者です。青番周回の4コーナーカーブからホームストレッチ、前へと攻め上がって6番の山田久則です。8番の池田亮まで続いて誘導を下ろして、ここで近畿勢が先頭に変わりました。深谷は車を下げて4番手のうち、そのアウトコース2番の山田秀明、結局深谷7番手まで車を下げました。4番手少し車間を切って2番の山田秀明です。そして前では6番の山田久則、さあ鐘が入りました。3コーナー山田久則が徐々にペース上げてくるか。さあ中段車間を切って2番の山田秀明、一方深谷は依然として後方の7番手動きはありません。最終周回に入りました。ここで中部勢がスパート、そして中段からは2番の山田秀明、さあ山田秀明が深谷に合わせて縦に踏んでくるんですが、ここはちょっとコースがなくなった。ここで先頭9番の深谷に変わりました。そしてもう一度2番の山田秀明は後ろまで2番手まで上がってきまして、7番の吉田をさばいていて、この後ろは3番のシッチ切り替えたか。4コーナーは回った、先頭は9番の深谷、番手から2番の山田秀明並んだか。青番周回の4コーナーからホームストレッチ、まずは3番の新山が上がっていって、ここは武田、そして新田も少し抵抗していきますか。打鐘の周回に入ったところで、今現在は3つのラインが折り重なっています。さあ武田もこれはかなり警戒しているんですが、1番外を通って3番の新山恭平、前では1番の武田豊樹、武田もペースを上げるんですが、やはりここは3番の新山が逃げていて、武田はなんと番手に飛びついた。さあ9番の姿の位置絡んでいくんですが、ここは姿が守りきりまして、武田は現在3番手です。そして2番の新田雄大、新田は現在後方の6番手、体型は縦1列、最終周回の1センターから2コーナー、ここで一旦2番の新田雄大、そして武田は内に行って2番手、その横2番の新田雄大が飛んできた。さあ先頭3番の新山恭平から変わった2番の新田、そして5番の渡辺、4コーナー回った、先頭2番の新田雄大、渡辺和成。
3番手に1番の三谷、そして3番の脇本なんですが、脇本は5番手付近まで車を下げましたか。さあ各選手はこれは脇本を警戒しているんですが、3番手からここで1番の三谷隆起、三谷隆起が一度先頭に変わりまして、8番の竹内優作、さあ短期8番のここは竹内がかましていきました。短期かましを打っていく8番の竹内優作、2番手は1番の三谷隆起、そして3番の脇本、5番の村上弘之が脇本をブロックしに行く。さあ逃げていく逃げていく、飛ばしていきます。8番の竹内優作です。そして3番の脇本なんですが、脇本はこの辺りで厳しくなりました。さあ2番手に入って1番の三谷隆起、そして後ろから7番の古性、古性が自ら縦に踏んで古性がまくってくる。さあ7番の古性優作のまくりは3番手の後、番手から1番の三谷隆起、4コーナー回った先頭三谷隆起、三谷隆起、そして9番の村上芳郎。